麦と兵隊は1938年に出版された日の足兵の小説、戦記文学。また、それをもとにした戦時歌謡。土と兵隊、花と兵隊と合わせ、兵隊三部作とも呼ばれている。現在は社会批評者から土と兵隊と合わせて出版されている。1938年雑誌、改造に発表。発表翌月刊行。 以後100万部以上の番を重ねる。本作品は日野の弁によると小説ではなく従軍記録であり、日中戦争開始翌年1938年5月の助手回線における進軍中の旧日本軍の実情を従軍民間マスコミの高慢な態度などとも合わせて、滑車している。前年末の南京攻略戦参加の後、 日野は召集直前に脱行した政治的グル小説、糞尿炭によって3月に第6回芥川賞を受賞し、4月に中止な派遣軍報道部に転属されている。3月、講州で文芸評論家小林秀夫による人中授与式が行われた。本作品の山場である孫での中国軍の教習の最中極限状況に陥る場面で、 日野が小林との哲学的対話を想起しながら、相馬島体験をする箇所がある。小林は本作品を戦場における、日本人の自然な心情の発露として賞賛している。戦後、日野は当局に削除されていた捕虜の殺傷場面などを記憶を頼りに放出し、これをもって最終行とした。麦と兵隊は、捕虜の死な兵を日本軍の軍人が斬首するのを日野が、 反射的に目を背け、日野が自分自身のその当たり前の人間としての反応に自ら安堵する感想で終わる。前年末の南京攻略戦の檻の100人、霧競争が本土及び、海外の使命を賑わせた結果、国内では問題視されなかったが、海外では虐殺行為が国際的非難を呼び起こして軍部が対応に苦慮していた時期である。 本作品は発表翌年の1939年、婦人運動家石本静江による英訳ビートソルジャーズを皮切りに、翌1940年にはロンドンの書士から兵隊三部作などをまとめた英訳ウォーソルジャーが刊行されるなど、約20カ国語に翻訳され、日本国内における記憶の低下に反して現在でも評価は高い。英訳版 麦と兵隊を読んだパールバックは当時日本を政治的に批判していたにもかかわらずこの小説の著者たる日本人青年が善良であることそしてこの作品が偉大なものであることを否定できないと称賛した当時麦と兵隊は共作で歌謡化されたが庄司太郎が歌ったバージョンがヒットした1938年12月ポリドールから発売雑誌 改造に連載された、麦と兵隊が評判になっていたのがきっかけで、陸軍報道部では、早速これを歌にすることを決めて、作詞を藤田正人に依頼した。藤田正人は当初、麦と兵隊中の孫での中国軍の教習後の日野の10回をもとに、ああ、生きていた、生きていた、生きていましたお母さん、という歌い出しの文句を書いた。ところが、軍当局から、 軍人精神は、生きることが目的ではない。天皇陛下のために死ぬことが目的だと、大目玉を喰らい、そこで、助手助手と人馬は進む、という原稿の歌詞に書き直した。作曲の大村の王将は1962年没で、あるが、作詞の藤田正人は1982年没である。ため、日本国内において、歌詞の著作権は2018年現在も有効である。 この地名についての漢字と読みは、日野の自殺間もない1960年6月刊行の新潮社日本文学全集、日野足兵集による。下記の NHK スペシャルでは、孫悟とルビが振られている。暗記賞や度修士、証券の里に孫、死境がある。NHK スペシャル、従軍作家たちの戦争、NHK 名作戦。 NHK アーカイブスハット NHK スペシャル従軍作家たちの戦争に詳細が取り上げられている。いわゆる、100人切り論争関係のインターネット上の資料には、芥川賞を日野に授与した文芸春秋が、マスコミの先導する100人切りを揶揄する記事がある。海外オークションで見られる英訳本の表紙には、日野の書いた戦場スケッチが採用されている60年安保直後の 日野の自災後、間もなく、米作家、ジェームズ・ジョーンズの上司した小説、シンレッドラインは、麦と兵隊のガダル・カナル戦における、米兵視点からの書き直しとでも言うべきものである。テレンス・マリックによる同作の1998年の映画化作品では、日野の原作を連想させる光景が品質する。日本文学研究者のドナルド・キーンは、日本文学に関心を抱いたきっかけは、 麦と兵隊を読んで感動したことだと述べている。井上敏一、日中戦争下の日本 P60、決定版、森重久也大前週日本コロンビア、2007年、小じい P-34538 から、9、付属ライナーオーツ。ありがとうございます。